後、バルサ特約が復帰の障壁な模様。やっぱバルサに行ってレアルを倒す勇姿が見たいな。なんとかならんか。バルサ特約派解除金が別枠。それスペインのメディアで言われてたけど、ソシエダの会長の会見を聞く限りないっぽいよ。ただ移籍時の契約派当然契約として残ってる。売却額の半分というのもその一つ。もう一つがバルサ特約と言われるもので、例えば同リーグ内に移籍しないなどはある。この場合、いかなる理由でも移籍しないというのは無理なので、過剰契約、事実解除が無理な金額を別に設定する。例えばバルサだけ10倍とかね。カセハレアルを出て行きたがったわけだから、その条件派んだってこと。一応シャビが契約内容を確認して無理だと悟ったと言っているから。それは6000万ユーロ程度の金額ではない。バルサ特約派あるよ。マドリーの金がついてる限りないことは絶対にありえないので、シャビ派毎回忘れることなく地道に久保にラブコール送ってるから、そのうちそれが実る時が来るかも。